大角兄さん行きます、はい、クリスタルの音楽兄さん、ルーディがお届けする今夜の一曲。ルーディが高校生の頃、今はみんな好きな女の子ができたら携帯電話とかメールとかでお話ししたりするんだろうけれども、当時は手紙か、あとちょっとカッコつけてカセットテープだったかな。自分の好きな曲をカセットテープに吹き込んで、それを大好きな女の子にプレゼントする。ちょっとカッコつけすぎだけども結構恥ずかしげもなくやってたかなと思います。特に日本の曲よりは洋楽を入れて送った方がなんかかっこいい感じがして、何曲も何曲も洋楽を聴いてたかなと思います。さあ、その頃に必ずと言っていいほど吹き込んでいた曲があります。今日はその曲をご紹介しようかなと思います。1982年のヒット曲、シカゴで素直になれなくてをお聴きください。半分合格、半分合格。待って。原稿はない。よろしくお願いします。え、後半のは？ない。マジですか？ちょっと後であげます。はい、いらっしゃいませ。あ、お邪魔します。たくみちゃん座る？あ、座んないで。え、お邪魔します。どうぞどうぞ。僕は僕はたくみさんと一緒のとこでいい。お邪魔します。はい。あ、それは置く。これに置きます。いやだ、ごめん、いらない、いらない。じゃあこっち入れましょう。はい。白いただきます。あ、それを取る。いる？たくみさんこれいる？あ、いらない。いらない？え、僕、え、立ち、あ、立ちもじゃました。音楽兄さんルーディのミュージックシャワーのコーナー、来週もお楽しみください。